改めてファデュイの協力を歓迎する。共通の敵を前に礼儀作法など細かい部分は置いておき、これまでのわだかまり水に流そう。オロルンがルールに背いた行動を取ったのは事実だが、この場で問いただすつもりはない。それより彼が自らの価値を証明してくれるのを期待したい。寛大な措置に感謝する。戻ってきたぞ。お前たちが仲良く並んで話してるとこってなんか夢を見てるみたいだな。実に予想外の展開だったが、幸いことは望ましい方へと向かっている。君たちも来たことだし、ちょうどいい機会だ。いくつか疑問に答えてもらえるだろうか。まずは非現装置についてだ。君はどうやってそれを探し出したんだ？神の心を手に入れる計画が行き詰まり、俺は部下たちに命じ、ナタ全域で代替案を探させた。オロルンにも手伝ってもらってな。その結果、数名の学術に長けた者にたどり着いた。アベレワ、ボスウィ、クワドリ。この三人の研究成果を組み合わせることで、古代から伝わるその装置を見つけたのだ。全く聞き覚えのない名だな。学者を集めて調査を行った際、名簿に漏れはなかったはずだが。それはいささか妙だな。その三人は表舞台から身を引いた賢人だったのだろうか。しかしいずれにせよ、結果から見ればそれは正解だったようだ。ああ、少なくとも予備プラン、神の心を使うより時間を稼ぐ方法が見つかった。代償は重いが、こちらにもう抵抗の余力がなくなった時、このプランによって少なくとも何かを残すことはできるはずだ。でも、みんなが過去を忘れちゃうなんて、なんか悲しいぞ。できれば使いたくないけど。そういえば、神の心にそんな使い方があるって、お前はどうやって知ったんだ？それに答えるには、あの災いが起きた500年前に遡る必要がある。あの時、カーン・ルイアを救えなかった俺は、残りわずかな隊員を連れ、暴走したアビスの魔物と戦いながら、撤退を続け、ナタまで来た。だが、同じ惨劇がナタでも起きていた。俺はここでも長く戦うことになったんだ。名縁の主の長であるアイズに出会ったのはその時だった。当時の人々からすれば、カーン・ルイア人は災いの元凶だったはずだ。しかしアイズは俺を受け入れ、いろいろな面で助けてくれた。軍人たるもの、戦場に身を置いた以上、勝利をつかみに行くべきである。たとえ、立っているその地が故郷ではないとしてもな。だから当時、俺はナタを助けると決めたのだ。俺たちは数々の困難を乗り越え、共に戦った。だが、結局アイズは、運命の定めから逃れられなかった。死ぬ直前、あいつは俺に、神の心の秘密を明かしたんだ。合図だったのか。ああ、彼ならその方法を知っている。実際、災いが起きる前から何度か私に提案してきた。全部断ったがな。君が合図と知り合いなら、ましてや、あの時ナタで戦ったことがあるなら、私も君を見たことあるはずだが。ああ、その仮面のせいか。仮面の下の顔も、もう元とは違うものになってしまったがな。不死の呪いを受けても、肉体は変わらず朽ちるものだ。え？でも、ダインってやつを知ってるか？あいつは見た感じ、そうでもない気がしたけど。あいつに会ったのか？おう、何度も会ったことあるぜ。お前もダインを知ってるんだな。
カーン・ルイア時代、彼に対する印象は名前ぐらいだったが、最後に会った時、王子様と共に旅をしていた。彼の背負う憎しみや苦しみは、俺よりもはるかに重いものだろう。ああ、俺の本来の身分からして、王子様の血縁者であるお前を傷つけたくはなかった。だが、これは俺の独りよがりだ。それに、今の王子様が俺の前に立っても、おそらくこの顔では誰だかわからないだろう。ダイン・スレイブがどんな方法で肉体の老化を遅らせたのかは知らないが、俺の方は顔だけでなく体力も昔と比べてだいぶ落ちている。そうは見受けられないがな。少なくとも先日手合わせした時の君の強さは人類の頂点に達していると思えるほどのものだった。負けは負けだ。褒められる言われはない。ただ500年前にお前と真っ向勝負する機会がなかったことは確かに残念に思っている。同感だ。もしそうなったら私も全力を出しただろう。あんなに激しい戦いだったのに、お前ら二人ともフルパワーじゃなかったのかよ。双方の実力は大差ないと思っている。もし最後まで戦っていたら、負けられないという信念がより強い方が勝ったはずだ。競技場にいる人々を巻き込まないためにお前は手加減していたのだろう。そのようなアドバンテージを利用して勝ちを取る気はない。人質を取るのと変わりないからな。俺の目的は神の心だけ。それを手に入れられなかったのだから、紛れもなく俺の負けだ。女皇様は全ての執行官が自身の目的を追求することと、しかるべき時命令よりも個人を優先することを許している。執行官たちが女皇様に忠誠を尽くし、共通の目的を持ちながらもそれぞれやり方がまるで違うのはそのためだ。こたびの最優先事項はナタを救うこと。当初は神の心を手に入れてナタを救い、その後それをスネージナヤに持ち帰るといった計画だった。神の心を渡すことはできないが、まあこの話は一旦置いておき、急務であるアビスの対策に専念するとしよう。そういえば、もし6人の英雄が揃ったら何が起きるんだ？ああ、カムクラにはアビスに対抗する強大な力が秘められている。シュバラン家がロノバから得たもので、一度しか使えない。ロノバはどの魔人よりも古くから存在し、天理の意志を代表する使者の一人、死を司る神だ。なるほど、だから反魂の歌があるわけだな。ああ、ナタのルールが誕生したのもあの方のおかげだ。カムクラの力の話に戻そう。前にも話したことがあるが、人類がカムクラにつく栄誉を授かった瞬間、その身に烈焔が覚醒する。その炎の大きさはそのものの潜在能力によって決まる。死の失政の力も同じ原理なんだが、ただ受け皿が耐えられるかどうかを考慮しない。すなわちその力を授かっても誰もが耐えられるわけではないのだ。だがその試練を耐え抜いた暁には、これまでにない力を手に入れ、魔人に匹敵する、もしくはそれをも凌駕する権能を手にすることになる。聞いた感じかなりリスクが高そうだな。ここに至るまでどの一歩も絶対に安全とは言い難いものだったろ。ムアラにはヤガミの国の汚染地帯に飛び込み、オロルンは生死の境目でやっと自分を取り戻した。皆勇敢に立ち向かってくれたのだ。なら私も皆の期待に応え、己の責務を果たさなければならない。ああ、指導者としての務めと言えよう。
重苦しい話はここまでにしよう。二人とも疲れているはずだ。帰ってゆっくり休んでくれ。アビスもオロルンの身に起きた変化を感じ取ったはずだ。今後襲撃は頻度を増すかもしれない。あらゆる可能性に備え英気を養っておかなければだな。そう言われるとどっと疲れが押し寄せてきたぞ。帰って休もうぜ。痛い。あまり動かないで。傷口が塞がってないからあと数日は休んだ方がいいよ。魔物がどんどん増えてきてますけど、最近何かあったのでしょうか。確かに妙な感じ。みんなくれぐれも気をつけてね。あ、でもそこまで心配しなくていいよ。私たちがいるから。アビスって弱者にしか手を出す度胸がないし、何回か懲らしめたら尻尾を巻いて逃げるはずだよ。あ、なんか呼ばれてるみたい。すぐ行くよ。お、どうしたんだ。どれもダメ。焼き入れが足りない。武器と防具は命に関わるものだし、いくら生産量が多いからって品質は落とせない。ああ、別に責めているわけじゃないよ。それに、あんたらのレベルがこんなもんじゃないってのは知ってるし。ちょっと休んできなよ。こいつらの調整はうちがやっとくから。ここにいたのか。どうしたんだ。ん？あ、なんでもないよ。急いで作ったから不良品が出ちゃってさ。うちが調整しとくから大丈夫。これは能力の問題じゃない。あまりに根を詰めすぎて逆に失敗したんだ。そうならないよう、あんたらも適度に休憩を取りなよ。そういうお前だって疲れてるだろ。安心して。うちにとっちゃ趣味みたいなもんだし。友達か。じゃ、俺は先に行ってるよ。また後でな。驚いたか。あんぐらいヘでもねえぜ。途中でストップがかかってなけりゃ異国の虫けらを焼き尽くしてやってたところだ。心配してくれてたのか。
礼を言う。俺なら平気だ。だが実際の状況はこいつが言うほど甘くはなくてな。隊長の部下どもは精鋭揃いでかなり手を焼かされた。いつでも撤退できるよう準備はしてたが、まさかエンジン様と隊長が一時的な協力関係を結ぶとは。まあ中でいろいろあってな。機会があったらゆっくり話してやるぞ。ああ、何はともあれエンジン様の計画に一歩近づいたってことだ。これが最善の結果だろう。お前らのおかげだ。感謝する。だがまだまだ油断はできない。ちょうどさっき支部と一緒に出ようとしてたところなんだ。伝達士が召集を受けて、かがり木の民に集まってる。そっか。じゃあこれ以上引き止めないでおくぞ。また今度な。おい、チビニチ、出発するかどうか、この偉大なる清流ククルアハウの意見を聞いてねえだろ。おい、勝手に行くな。